NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。最近はですね、僕水を1日に3リットル飲むプロジェクトをね始めてまして、まあ肌再生プロジェクトの続き、健康をね考えたプロジェクトをまた企画してですね、1日に3リットル飲んでるんですけど、水をね、すごくいいですよ。本当に水をよく飲みなさいって言われるじゃんって、なんで水なんだよと思ってたんだけど、最近ね、俺、常温の水の美味しさに気づき始めてるからね。中本ゆうた26歳。はい、若干26歳で、常温の水のね、大切さにすごく気づき始めたこの頃です。はい、かませに言いました。ということでですね、今日は調子のいいゆうたが、1曲目を早速お届けしようと思います。NCT ドリームで、ドリーミング。I've been dreaming 뭐든지 다 가능해 convince me 끝없이 들린 이 멜로디 우리의 language NCT127 ユータのユータトームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間は僕 NCT127 ユータのワンポイントお知らせコーナーです。
3月のテーマは NCT の春におすすめのナンバーです。まずは NCT127 で Welcome to my playground。 春の陽気に誘われてどこかへ遊びに行きたくなるナンバーです。ポカポカ陽気の公園で聴いてもぴったりな曲だと思います。続いて NCT ドリームで It'll be placeable。 躍動感のあるリズムと楽器の音色が春のワクワク感とぴったり合うのではないでしょうか。そして最後は NCTU で From Home。出会いと別れの春、懐かしい思い出も蘇ります。心が安らぐマイホームを思い浮かべながら聴いてみてはいかがでしょうか。以上 NCT の春におすすめのナンバーでした。ぜひ番組が終わったらチェックしてみてください。それでは引き続き NCT127 ユータのユータトーンをお楽しみください。NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム、まずは今日はこのコーナーから始めようと思います。〇〇時のユータですね。以前はですね、23時に僕が何をやっていたのかプライベートのお話をする23時のユータというコーナーをやってましたけど、全国放送に合わせまして各局でこう放送時間がね少々違いますので、いろいろな時間のユータを紹介できればなと思います。ちなみにですね、今日は24時30分のユータ、現在 FM 佐賀で深夜24時30分から、放送中ということでですね、とある日の24時半に僕が何をしていたかを発表しようと思います。24時半っていいよね。ちょうど12時回ってみんな知りたいかな、24時30分のユータ。すごいよ24時30分のユータ、ここでは言えないぐらいすごいんだけど。まあまあ正直なこと言いますと、最近は24時30分で、ね、運動してます。絶対。うん。半身浴をするって言ってたと思うんですけど、その半身浴終わってから、体が温まった状態で、俺ね、まあ24時ぐらいだと思うんだけど、運動をね、ちょっとしてますね。それこそ、俺、ダンベルをね、いつでも運動できるように、今ね、ダンベルをこう持ち歩いてるんですけど、そんな感じで、まあ24時30分のユータをね、運動と、まあ何かしてるでしょうね。うん。いろいろなね。うん。そこはまあ皆さんのご想像にお任せしますということでですね。今日は24時30分のユータでした。続いてはユータチャレンジですね。おうち時間が多くて体力が落ちたという方もいらっしゃるかもしれません。そんな僕ユータ全くそんなことないのですが、今日はユータの体力を計測ということで、スタジオに実はいろいろなものが入っております。これをチャレンジしろということなんですけど、まずね握力計ですね。握力計簡易のものなので正確な数字ではないんですけど、まあちょっとね、計測していこうと思います。世界記録がちなみに192キロ、すごいよね。192キロで、20代の平均は46キロということで、実際に、左右で計測していこうと思います。でもね、俺ね、本当にこの計測久しぶりで、確かね、小学校かな、中学校かな、まあ上がる頃ぐらいにやってた気がするんですけど、それこそあったじゃん、体力測定みたいなのが。早速、でもね、俺その時ね、確か40キロあったかな、なかった気がするんだよな。ちょっと立たせていただきます。これは本気で、ちょっとやってみたいと思います。いきますよ、右から行くよ。右から行くよ。これ、多分こう、ね、手をこう伸ばしながらやるんだよね。ちなみに46を超えないとやばいよね、さすがに。さすがにこんなに運動してるとか言っててさ、あいつ絶対嘘じゃんって思われたら嫌じゃん、俺も。頑張ってやってんだよ、俺だって。じゃあ行きます。ということで、せーの。44.6。やばいよね。やばいよね。あんなにさ、最近運動してるとか言ってる男がさ、20代の平均を大きく下回ってるんだよ。これはさすがにナメプだよね、みんな。てか、この機会がおかしいと思う。ほんと、頼むよ、スタッフさん、ほんとに。ということで、じゃあ、俺左行ってみたいと思います。左の方が強かったりするからね、こういうのって。頼みますよ。もうみんなに顔向けできない。運動してるなんて言わないと思うから。では、左手、行きたいと思います。
せーの。お、これもまあ 44.3 と20代の平均を下回りましたね。もう握力測定なんてやってあげない。うん、やってあげない。ということで実際にやってみた結果、右が 44.6、 左が 44.3。 まあでも俺パワータイプじゃないですから、皆さんも知ってる通り俺あの瞬発力とかスピードタイプだからさ、そんな別にパワーいらないなと思って、うん、強がってるわけじゃなくて別にいいかなみたいな握力を。ということで続いてフラフープいきたいと思います。消費カロリーはウォーキングにも匹敵するというお手軽なエクササイズです。ひとまず10回回してみてくださいということですけど、フラフープね、俺だって小学校の頃フラフープのユータって呼ばれてるぐらいフラフープすごいしてたからね。うん、これもじゃあ立って10回やればいいんですか。1日中やれって言われたらやれるような気もしますけど、じゃあやりますね。なんやこれ、なんやこれ、ほんまにどういうことこれ本当。じゃあちなみに10回というか10回に惜しくも満たない5回ぐらいでしたっけ。5、6回は行きましたね。まあ次行きますか。最後はパンチングマシンですね。ゲームセンターに昔あったパンチングマシンは、スタジオに入らなかったのでデコピンパンチングマシンになるものが置いてありますという。一応ねポイントが出るらしいんですけど、スタッフが事前にやってみたところ最高点はちなみに776だったそうです。機械自体のハイスコアは999点まであります。中指の方がハイスコアが出しやすいということですが、じゃあやってみたいと思います。776でしたよね。言います。これデコピンですもんね。どっちの方が強いんだろう。言います。せーの。これ練習までですか。これ練習ありですよね。言います。57って言ってたんだけど。57はさすがにだよね。999出ました。みんなに見せてやりたいこの999を。はい、最後の最後で999点を出しました。ありがとうございます。握力で上回りたかったんだけど、こんな中指パンチングマシンとか正直どうでもいいんだけど。まあそういうことで、まあ、ゲーム3つやらさせてもらいましたけど、楽しいですね。やっぱりゲームやるとやっぱこうね、自分の中に眠ってるこの男のね、このあれじゃない、勝ちたいっていうね、あれがちょっと回ってきましたけど、まあそれではね、気分を変えて久しぶりにユーターズパワープレイ行きましょうか。はい。こんなね、メッセージいただきまして、実はラジオネームキャネさん、ユータくんただいま。私は以前ユータくんがこのラジオでミセスグリーンアップルさんの僕のことを紹介されて以来、ミセスグリーンアップルさんの他の曲もよく聴くようになりました。その中でもインフェルノという曲の地獄じゃあるまいしという歌詞を聞くと、仕事前でも気持ちが軽くなり元気をもらえます。このラジオで幅広いアーティストの曲を聴くようになったので、私のプレイリストも幅が広がりました。ありがとうございます。毎回素敵な曲を紹介してくれてありがとう。これからもゆうたくんの好きな音楽を共有してもらえると嬉しいですというね、メッセージをいただきました。ということでですね、まあ僕のこのパワープレイだったり、自分が好きな曲をおすすめして、それでリスナーさんが聴いてくれて、まあ音楽が広がったっていう人が多いので、今回もね、テーマに沿った僕のオリジナルチャートトップ3を皆さんに発表していこうと思います。ちなみにですね、今週のテーマはもう春が近いということでですね、待ち遠しい春ソングだったり、卒業シーズンもいいかもしれませんね。春ソングを皆さんにお勧めしようと思います。ナンバー3はですね、清水翔太さんの桜ですね。これはね、僕清水翔太さん好きだっていうことをずっと言ってるから、皆さんも多分聞いてくれたことがあると思うんだけど、この清水翔太さんの桜すごく切ないんですけど、なんかこう温かくなるような、そんな歌が好きですね僕は。でナンバー2はですね、福山雅治さんの桜坂。ちょっ
ちょっとあれすぎる、あのメジャーすぎる、もっとマイナーの教えてよと思う人もいるかもしれませんけど、まあね、春ソングでこれは欠かせないんじゃないかなっていう僕個人的な独断と見解で、あの入れさせてもらいました。ナンバー2は、桜坂ですね、福山雅治さんので、ナンバー1はですね、ラルクさんのスノードロップという曲を入れさせてもらいました。これはなんか雪が溶けてこうだんだん春に向かっていくようなイメージのある曲なので、うん、皆さんに聴いてほしいなと思い、入れさせてもらいました、ということでこの3曲の中から A 曲をお届けしようと思います。じゃあ福山雅治で桜坂。NCT127 ユータのユータアットホーム、お送りしたのは福山雅治で桜坂でした、さてリスナーの皆さんからのメッセージを紹介しましょう、ラジオネームあやぞたんさん、いつもラジオ楽しく聞いています。30分の番組がいつもあっという間に終わって、毎回もう終わりと思います。質問です。もうすぐ弟の誕生日なのですが、毎年プレゼントは何が良いか迷います。ゆうたくんは誕生日プレゼントはどのように選びますか？事前に欲しそうなものをリサーチする派、自分の感性で選ぶ派、どちらでしょうか？私はリサーチする派です。リサーチがちゃんと当たってるかは分かりませんが、わらといただきました。いいですね。誕生日は基本俺人にもよるんだけど、なんかこう結構仲いい友達だと割と適当に選んじゃうタイプで、でまあなんて言うんだろう、もしねこう恋人とかができたりしたら、いないけどできたとしたならば、リサーチするかな俺も。リサーチというかこう会話の節々からちょっと聞いていくね。ちなみになんか
好きな色とかは何っていうのを聞いといて事前に、でそっから目星立てて選んでいくタイプかな。だから俺もリサーチ派だと思うんだけど、まあ人によるかな俺は。はい、あやぞたんさん、弟さんの、誕生日プレゼントいいの買って気になれることを僕ゆたも祈っています。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームまうさん、この前出張で東京から大阪に行ったのですが、ゆうたくんのおすすめの鶴見緑地公園に行ってきました。大阪でたこ焼きもお好み焼きも食べずに鶴見緑地公園、ええやん。自転車に乗ったおじちゃんたちが公園をきれいにしてたり、地元の方がお散歩をしてたりと、のどかでちゃんと管理された公園なのでゆっくりお散歩できました。仕事で疲れた日の次に行ったのですが、ちょうどリフレッシュもできてよかったです。またすぐ出張に行くことになると思うので、他にゆうたくんの大阪でのおすすめがあれば教えてください。まうさんありがとう。でもね、俺逆に辛いんよね。俺さ、大阪のおすすめスポット教えてくださいってさ、このラジオ始めてからずっと結構言われてるじゃん。言われてるけどね、鶴見緑地公園とその他周辺しか言えない自分にね、こうちょっと自己嫌悪きてんのよね。まあ大阪出身なんだけど、実は俺もその区間でしか遊んでないからおすすめしたいのよ。もちろん美味しいものもたくさんあるだろうし、人も温かいし、でもね、何なんだろうな、鶴見緑地公園しかないんだよね俺には。うん、いろんなものがあるけど、やっぱ俺には鶴見緑地公園しかないんだよね。ごめんねマウさん。だから今後も懲りずに鶴見緑地公園で美味しいたこ焼き、お好み焼きでも食べてください。すいませんでした。ということで、たくさんのメッセージありがとうございました。さて続いての曲は NCT U の OK。 너와나둘인데왜우린영인지파츠지만저느끼지못하지 What's going on? Yeah. My baby says she wanna dance with the ghost. She wants to leave me, yeah. 말을해줘 마음의 young boy, just come and see me, yeah. Okay. 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 Okay.My baby says she wanna dance with the girls, but she wants to let me, What is the deal? So what the deal? 조금만 더 room and room. Okay. Okay. Yeah. Okay. 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 Yeah. What you want? What you want, shorty? 이리또멀어져버렸으니 차갑게 나를 보고She wanna dance with girls, she wants to leave me, yeah. 말을해줘 mommy, I'm boy, just come and see me, yeah. Okay. 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 Yeah. My baby says she wanna dance with girls, she wants to leave me, yeah. 화내도 돼, 싸워도 돼, 조금만 더 room을 둬. Okay. Okay. めまらったん대화는조금씩살이차고살이차고두머리속화났던이들은지워내고지워내고 Give us a try 서로를잘하잖아잘하잖아 DJ play my song 처음부터다투고매일삐고대고진심인날너만믿지못한 my show Yeah 대답없는벨눌러봐도불러도 gone Yeah 이제충분해모든게새로운 건 What you want what you want shawty그렇게넌나를믿을테니 뭐가그리워났니 그냥다뱉어봐 if you want it. My baby says she wanna dance with a ghost, she wants to leave me, yeah. 말을해줘 mommy and boy, just come and see me, yeah. Okay. 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 Yeah. Yeah. My baby says she wanna dance with a ghost, she wants to leave me, yeah.싸워도돼조금만더꿈을둬 Okay 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 OkayI'm in the game, you can bounce to the boss, man, girl in the room, we can deep in your lungs. All crazy. 뭐가안가져있는건지네가바꾸날좀봐다른이어폰만차가운공허한꺼보는맨마듬 All around me, 네가필요해 All around me, 그만해좋은것도네가보여줘 많은게달
달라졌어 나쁜 버릇 다 버려 If you down I can't take you 절대 혼자 두지 않지 지금 이 불안정함 서로를 믿지 못함 이겨낼 할 수 있어 얘 나를 포기하지 마라 지금 여기 너를 원하니까 okay My baby says you wanna dance with a ghost Now it's gonna go yeah. 말해줘 맘이 안 보여 Just kiss me Come yeah. see me now yeah. She wanna dance with the girls She wants to live with ya What is the deal? So what the deal? 조금만 더 room with room Okay NCT 127ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインターFMだけのスペシャルコンテンツ。今月は僕の必需品です。今日はグルーミングの必需品です。その1、ヘアワックス、髪の色を変えることも多いのでダメージケアできるのがベストです。その2、リップクリーム、まだまだ乾燥する時期なんで外出する時の必需品です。その3、綿棒、地味ですが何をするにも役に立つ万能戦士です。以上、僕のグルーミングの必需品でした。それでは引き続き NCT127 ユータのユータトームをお楽しみください。NCT127 ユータのユータアットホーム。今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか。最後にこの方のメッセージを紹介しようと思います。ラジオネーム猫目さん。普段何気なく出てしまう口癖とかありますか。ちなみに私はアチャマーです。俺ワッショーいとこかな。最近は何々してあげないっていう言葉をよく使いがちから、わっしょーいかいらっしゃいませ結構使ってるね。英語のプレッシャーに対抗してくしゃみされたらいらっしゃいませ、未だに使ってますね。はい。まあね、今回結構いろんなことしたよね。握力もしたし、フラフープもしたしさ、なんか盛りだくさんな気がしましたね。やってる自分としては。みんなもあれだよ、今さ、人と会う機会も減って、人と会わなくても仕事できる環境にはなってきたけど、やっぱ俺機械とかあんま触れないタイプだから余計そう思うのかもしれないけど、やっぱね、どっかこの人間っぽいさ、心の持ってるじゃん人間って、やっぱそういうところね、俺大事にしていきたいと思うし、まあそういう関係でありたいしね、みんなとも。ということで、そんなね、アットホームで心温かいラジオをこれからもやっていけたらいいなと思います。まあ、みんなも僕にこれからもどんどん声を届けてください。メッセージはオーディーナにある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。まあ、ツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームです。 NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータでした。次回も僕の部屋に遊びに来てください。みんな愛してるよ。バイバイ。Yeah, yeah, yeah. 가불리지 말아줘. Yeah, yeah, yeah. Think about 내 별이. Yeah, yeah, yeah. 잠시 빼지 않아, 정말. 난 더 환하게 널 만들어. Yeah, yeah, yeah. 더 세게 융화라는 거. Yeah, yeah, yeah. 지구 말로는 그거 LV. I'm shaking the dead on my head, the dead on my head, the dead on my head. 우리 길인 달달하게 박박 쉴까? 눈치 따윈 보지 말고. 내가 벗으란 말이야. 걱정하지 말고 그냥 박박 믿어. 너만 그래도 돼. 못 내 그럼 너의 것이야. 내 옆에 놓고.